トッド・ブリッジスはアメリカ合衆国の俳優。子役として出演していた NBC、ABC テレビのシットコム、アーノルド・ボーヤは人気者のウィリス・ジャクソン役や UPN、UP CW のシットコム、エブリバディ・ヘイツ・クリスで時々登場する文句役で最もよく知られている。現在はトルーティビで放送されているテレビ番組トルーティビ・プレゼンツ。 ワールズ・ダミストにコミカルなコメンテーターとして出演している。カリフォルニア州立大学のスリッジ校卒。ブリッチスは1965年5月27日にカリフォルニア州サンフランシスコで生まれた。兄、ジミー・ブリッチスも姉、ベルダ・ブリッチスも俳優である。母、ベティ・エイ・ブリッチスもまた女優であった。トットには妻どり、ブリッチスがおり、息子、 スペンサー・ブリッチスも子役であり、映画、チャーリーと18人のキッズ・イン、ブート・キャンプや、テレビでも、アイ・カーリーなどに出演している。ブリッチスは、我が家は11人で、アフリカ系アメリカ人の子役としては初めて、成功した、テレビシリーズのレギュラー出演者となった。ブリッチスはまた、連続テレビドラマ、大草原の小さな家や、ミニシリーズ、ルーツにも主演した。 ブリッチスはバーニー・ミラーのスピンオフ作品フィッシュでもレギュラー人の一人だったが彼を有名にしたのは何と言っても長寿番組アーノルド・ボーヤは人気者の幼いウィリス・ジャクソン役だったこの点では共演した子役ダナ・プラトーやゲイリー・コールマンと同様だが二人はそれぞれ1999年5月と2010年5月に亡くなっておりブリッチスだけが生き残った ブリッジスは2006年にテレビのゲーム番組フィアーファクターの有名人特集に出場したが最初のスタントで脱落した2007年1月にはやはりゲーム番組 1VS100 にモブと呼ばれる100人の回答者陣の一員として出演したマイネットワーク TV のデシジョンハウスに妻ドリブリッジスと共に出演した回はバーンドブリッジズと題され 2007年11月14日に放送された。ブリッジスは2008年3月からトルーティビのトルーティビプレゼンツワールズ・ダミストに常連コメンテーターとして出演し始めた。同年10月にはハルク・ホーガンが有名人にプロレスを教えて競わせるハルク・ホーガンズ・セレブリティ・チャンピオンシップ・レスリングにも出演している。この番組でブリッジスは デスラーのブルータスビーフケーキがコーチするチームビーフケーキの一員であった。番組でブリッチスはミスター・ノット・ソー・パーフェクトとして登場し、ジャッジからその運動能力を称賛された。ブリッチスはバター・ビーン、ダスティン・ダイアモンドと共に決勝戦まで勝ち残ったが、最後はデニス・ロットマンに敗れた。ブリッチスは自伝、キリング・ウィリスを出版しており、その中で 自身の薬物中毒や刑事訴追の経験について、また、かつて自分が演じたウィリスの役柄から自立した公的アイデンティティを確立しようと努力したことについて語っている。2010年4月28日には、オプラウィンフリー賞に出演し、子役スターとしての生活や、その後の法的トラブルについて語った。ブリッジズは、ホックスのリアリティ番組、 スケーティングウィズセレブリティーズに出演したが、第2回で脱落した。2002年には、フォックスのセレブリティーボクシングでバニラアイスを相手に勝利を収めている。1998年、トッドブリッジスは兄、ジェームズ・ブリッジスと共に、51歳のタイマヒの女性、ステラ・クラインの命を救ったと認定された。彼女は、釣りをしている時に車椅子が湖に落ち、 溺れかけたのである。あの時彼が言ってくれたことを神様に感謝していますよ。みんなトッドブリッチスのことは悪いことしか言わないけれど、ニュースとか新聞とかではね。彼は親切な心を持った人ですとクラインは述べている。トッドブリッチスは、この救出について、我々は神が自分たちを、あのご婦人を助けるために、あの時あの場に置かれたのだと感じましたね。何しろ、 その場には他に誰もいなかったのですからと語っている。20代の頃のブリッジスは数年間クラックコカイン中毒になっていた。1988年にはロサンゼルスの麻薬の売人だったケネステックス、クレイに対する殺人未遂の疑いで逮捕、起訴され、検察側はブリッジスが薬物を摂取した状態でクレイを撃ったと主張した。ブリッジスは結局無罪となったが、 この弁護を担当したのは有名な弁護士、ジョニー・コクランだった。コクランは弁論を通して、ブリッチスが少年期に虐待され、薬物に走ったのは、作取的な娯楽産業のせいであり、現在のブリッチスは、不公正に枠付けられ、誤って理解されている、と主張することに成功した。目撃者は、最終的に銃撃が行われた時には、ブリッチスはその場にいなかった。 と証言した。陪審団は全ての訴追事項についてブリッチスを無罪とした。1993年ブリッチスは曲がり人だったデビット・ジョセフ・キッチンとのトラブルに巻き込まれた。ブリッチスは自分の家の自分の部屋でキッチンが15歳の少女といるところに出くわした。キッチンは刀剣を手にブリッチスに襲いかかり、ブリッチスは反撃してキッチンの胸を包丁で刺してしまう。 検察は、ブリッジスの行為を正当防衛と認め、告訴を取り下げた。トッドブリッジズ、アバウトディスパーソン・ムービーズ &TV、ニューヨークタイムズ、2011年3月10日閲覧。カート・ヘニングの WWE における、リングネーム、ミスター・パーフェクトの文字リ。amazon.com ハット・ブリッジズ。 s, s test、I G H B e、a テストストロックスハット highbam。M. com F。findartiles c。L e s. com、Tom。トムリンソンハットテンプテーション。十五歳。リュコンネマムービーズ ＆DVD データベース2011。二千十一年三月十日閲覧。ありがとうございます。